誰がバスへのスナックやね。面白いやろ。せやで。私事なんですけどね、今日実は誕生日なんです。ありがとうございます。まあ精神年齢は多分ね、めちゃめちゃ低いんちゃうか思いますけど、なんとみそじの誕生日でして。イエーイ。そうなんですよ。これ自分で言っちゃうところがまあね、B 型って感じなんですけどね。B 型。はい。でもこれからが楽しいなと思いますね。これからが楽しいし、怖いものがどんどんなくなりますね。女は強いなと思って。やっぱり恐ろしいね。これからは女の時代ですよ。いやそんなことはない。男の子も頑張ってほしいけれども。はい。そんな感じで次の曲いこうか。この流れね。ね、でも私ね、ものすごい乙女なので、ついこの間まで6歳年下の男の子ものすごい好きやって、でちょうどその時にこの曲やろうかな言ってみんなでスタジオで合わし出した曲なんですけどね、もう今でもその彼への思いがなくなった今でもこの曲はキュンキュンしてしまう。次の曲は LOVE LOVE という曲です。ね、あの時の私可愛かったな。めっちゃピュアやった。なあ、限りなく純粋に近い透明でしたよ。何やったんやろみたいな感じですけど。ね。いいですか？恋をしようか。